ポケット。プラス。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットプラス始めていきましょう。さあ、刀の名鉄です。中長距離ってどこまで行けるんでしょうね。前走日経賞を取りました。なのでひょっとしたら春天いけるんじゃないかなと期待はさせてくれるんですが、残念ながら、無臭だけ進めていきましょう。ルテはさすがに距離がでかいだろう。気合い入れていくわよ。いいわね。瞬発力は S。 勝負根性に比べたら落ちるか、でもそう悪くはないですね。先行策がいいかもしれません。スタートはいいかな。このパラメーターだったら逃げになるのはしゃあないか。何これ、桜もなか。嬉しそうね。気合い入れていくわよ。今日穏やかになったのでスタミナ行きましょう。2600が上限か。じゃあ、あまりにも距離の上限ってきつすぎますからね。ちょっとこれで春を天皇賞は避けなければならなかったってことは言えるじゃないでしょうか。それともなんで KO 杯スプリングカップにおすすめ出てるのかっていう意味は分かりますね。むしろビクトリアマイルとか KO 杯安田記念の方がいいってことか。ビクトリアマイル目指していくか。まずまずかしら。気合い入れていくわよ。今5月を一周です。気合い入れていくわよ。元気いっぱいね。先行策を取ろう。まあそうだろうね。いい感じじゃない。気合い入れていくわよ。ベスト馬体重は508キロだよな。パートナー調教ちょっと無理ですね。パートナー調教はまずまずかしら。なんで嬉しそうね。こんな感じでビクトリアマイルに登録していきましょう。たくさんいますね。エビナ。何か用？エアグルーブ、競泳マーチらが出てまいります。ここしっかり勝っていきましょう。二番人気ね。一番人気はエアグルーヴだろうな。投票受付を開始します。
二重丸は一つ、他の三つはみんなエアグルーヴです。他競泳マーチラも不気味です。前に行く前ちょっと多いですね。さあ、ビクトリアマイルは東京。芝1600m となっております。府中のマイルでクリック。さあ飛び出した12頭、まずまず揃って飛び出しました。注目の先行争いでありますが、5番がベストボタン重ですね。エイシンバーリンがかわしていきました。それからメイプルシロップ、黒髪片野名鉄、1番オレンジピール、外から1頭9番プロモーション、そのうちからは7番エアグルーヴ、そしてその後ろからビクトリーバンク、北高ビューティーがそのうちにいます。まもなく第3コーナー、その外からは12番メジロドーベル、ちょっと離れて10番シーキングザパールであります。流れるようにレースが展開されています。エイシンバーリンがレースを引っ張るようになりました。そして外からは5番競泳マーチ、春の府中で牝馬の熱い戦い、いよいよここからが正念場です。エアグルーヴ直線の伸び足はどうか。さあ先頭はエイシンバーリンが3馬身リード、黒髪が3番手。あれはエアグルーヴだ、伸びてきたんだ。まだ取れないのか。先頭を見ないと、さあここから片野名鉄も加速していく。追い込んできた、先頭意地を見せるか。競泳残り200を切った。エアグルーヴの伸びがいい。外をついて競泳マーチが来ている。シーキングザパール懸命に追う。これは届かないかな。勝ちました。敵はここにいたか。やりました、 G1 初制覇です。なかなかやるじゃない。1着11番、2着7番、3着駐車レベルは以上のように確定しました。まあ高預かでしょうね。確かに。ついに G1 馬になりました、片尾名鉄。なかなかやるじゃない。にこれは秘書さんもにっこり、高田君もにっこり。気合い入れていくわよ。今5月4週か。あまり馬体重減らすのは良くないけどな。メロ、いい感じだわ。しかし宝塚には間に合いそうにないね。何かよ。気持ち的には宝塚出したいものの、ちょっと間に合わないですね。気合い入れていくわよ。気合い入れていくわよ。気合い入れていくわよ。今週はレースがあるわね。
なんとかここで勝っ、お、宝塚記念になりました。結局放牧しないまま出てますね。なんと一番人気、やっぱりね、放牧し出走したら、あの放牧してても、強制的に戻ってレース出させられるんですね。またいい印だ。98年かサイレンスズカ、メジオブライト、エアグルーヴもここにいます。さあ、とんでもないとこに放り込まれてしまいました、シルクジャスティス。ちゃんとサイレンスズカはミナイさんになってますね。ひとまずそれを押しのけて、型の名鉄が人気になってますね。エアグルーヴは4番人気か。距離は今回の方が向いているので、それでハンデを補えるかどうかがポイントです。行ってみましょう。G1 宝塚記念春のグランプリです。さあ、白い馬車入って宝塚記念の出走です。さあ、各馬を迎える緑の夢のステージです。宝塚記念、いよいよスタートです。今年もあなたの、そして私の夢を走ります。スタートは良かった。どんよりとした阪神競馬場に開く、あなたの夢は肩の面鉄かサイレンスズカか、私の夢はミッドナイトベッドです。果たして先頭に行くのはサイレンスズカと言ってたじゃないか。話していきました。そしてその後ろから12番テイエボー嵐、そんなに大人間じゃなかったんですけどね。ミッドナイトベッド、イヤグルーヴが地上がうまい。12頭第1コーナー右にカーブを取ります。それから6番ステイゴールド、ゴーイング鈴鹿、それから8番メジロドーベル、そしてその外にサンライズフラッグ、それから7番ローゼンカバリー、その外9番メジロブライト、それから離されましてシルクジャスティス。すごい出てますね。グルーヴ、メジロブライト、メジロドーベルもいます。5番サイレンスシルクジャスティス、ステイゴールド、12番テイエモー嵐であります。そのうちに11番カタノメンテツ、12頭が第3コーナーに向かいます。その後ろでやりましょうか。3番ミッドナイトベッド、そして5番手にエアグルーヴ、そのうちからは6番ステイゴールド、それからゴーイング鈴鹿、この辺りちょっと離れている8番メジロドーベル、その外に10番サンライズフラッグ、まだ7番ローゼンカバリー、9番メジロブライト、徐々に差を詰めていくが、さあ問題は直線、メジロブライト大外まさき、さあ直線、先頭行くのは5番にかかります。外からはパタノメイテツ、おっと、なんだこれ、外からメジロブライトは強烈に伸びてきたぞ。あ、これかわされるわ、ブライトに。ここから二の足は、いや、粘った、やりました。回ったコースの分、片尾名鉄は勝てたと言うべきでしょうか。片尾名鉄すごい、一番人気答えました。当然の結果ね。1着11番、2着9番、3着1番人気勝利も獲得です。確定しました。坂のある阪神コースはかなり得意、まさか最初は挑ませるつもりはなかったんですけどね。宝塚まで勝ってしまいました。まだまだ次があるわよ。海鮮紋章とかかな、じゃあ。いい感じだわ。何かよ。残り15周です。気合い入れていくわよ。はい、ということで瞑想期間もあったんですが、白富士ステークスオープン特別から G2、そして
牝馬限定の G1、 そしてグランプリ高塚記念まで一気に取ってしまいました。この成長はびっくりだ。獲得賞金も9660万になりましたね。残り15週とはいえ、これから楽しみです。凱旋門賞もうまくいけば狙えるんじゃないでしょうか。あ、秋の天皇賞とかもいけますね。また WBC に出場させても、クラシック出場させても面白いかもしれません。一気に夢が広がった方の名鉄、残り15週ですが楽しみです。ということで今回は以上となります。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。このスターホースポケットの動画集、こちらも説明欄にアドレス記載してます。プレイリストとなっております。この動画また最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。気合い入れていくわよ。気合い入れていくわよ。